写真、男性の2枚の写真にするんで、はい、どっちが好みか教えてもらいたい、はい、2枚目がこの、かわいいが、こちら。But it'll be easy question, so y'all can do that. え、やっぱなんか最近韓国系みたいな。男性らしい男性。オスを感じますよ。マスクレン。何が言いたいんですか。何が言いたい。あの全男ヒゲ生やせばいいと思ってるんで、ヒゲ生えてるだけで好き。はい、What's good, people? It's your boy Sean.You guys are watching J-Scribe. Tonight, I'll ask Japanese girls, do Japanese girls prefer feminine guy or masculine guy? So yeah, I feel like Japanese girls are more into feminine guys. So yeah, we'll see, we'll see. Let's get into it. まあ簡単な質問なんですけど、写真2枚見せるんで、男性のどっちが好きか教えてください。これが1枚目です。あ、ごめんなさい。これが1枚目ですね。はい。で、2枚目、こっちは。あ、こっち、あ、こっち。なんでなんですか？え、推しです。え？推しです。これ誰ですか？テテ。テテ？やっぱ適当に写真なんですけど。あ、これテテって言うんですか？この化粧とかしてる男性の方が、前髪とかある男性の方がタイプ。それはなんでなんですか？美意識高い。美意識高い。え、なんか顔立ちがタイプ。1枚目がこちらですね。あ、で2枚、まあこのヒゲ生えて短髪の男らしい男性ですね。で2枚目がこちらです。こっちこっち。それなぜ。爽やか。色白でかっこいい。色白でかっこいい。色黒い男性無理ですか。いや、いやかっこいいから。誰かわかんないけど。一緒です。一緒。逆にそのヒゲ生えててちょっと肌も焼けてて、でもかっこいい。かっこいいけど、うん、タイプかって言われたら、こっち。どっちがタイプですか。1個目。ん？1個目。1枚目。2枚目。2枚目。1枚目の理由は？え、なんか前髪があってイケメン。前髪があってイケメン。こうやって化粧してる方がいいんですか。いや、化粧はどっちでもいい。化粧はどっちでもいい。こう前髪があってちょっと女の子っぽい。あ、うん。2枚目がいい理由は？なんか男っぽい感じ。まず1枚目の写真がこっちですね。あー、 OK ですか。はい。2枚目がこっちです。あー、どっちですか。2枚目。え、2枚目。2枚目です。こっちですか。はい。なんで。え、なんかアジア系の顔の方が好きなんで。 Are you fucking dumb? でもこれもアジア系の男性ですよ。え、なんか彫りがあんま深くない方がアジアって広いの知ってます。アジアって大きいですよ。Oh Lord. なんか一重とかの方が好きかもしれない。あ、もうこういう、あ、そう、この韓国とかそっち系の方が。あ、そうです。なんで2枚目ね。あ、1枚目。あ、ごつい顔が好き。ごつい顔。あの、ソース。ソース。ソース顔。どっちですか。2枚目。2枚目。それはなぜ。なんか強そうだから。強そう。もう男性、もう男って感じの男無理ですか。なんかあんまりこうパンチが強すぎると私が負けちゃう気がして。ああ、なるほどなるほど。負けちゃうから。で2枚目の理由は。え、なんかあんまり話聞いてくれなさそう。え、そう、なんかあの俺が自己主張強そうな。あ、そうなんですか。歩み寄りたい。歩み寄りたい。そうそうそう、対等がいいけど、なんかこいつはグイグイ引っ張ってくれそうな感じだから無視されそう。まあでもそれは中身の問題じゃないですか。これ見た目の問題で、例えばこれ言ったらもうヒゲとかあって短髪でめっちゃ男って感じじゃないですか。でもこっちは化粧とかもして髪も長くてなんか女性らしい男性じゃないですか。でこっちがタイプってことですね。それは見た目的にはなんでこっちを好むんですか。なんで。普通に BTS の中だったらテテが一番好き。この人が好きなんですね。僕全く知らなかったです。さっき言われて、あ、そうなんやってやったんで。ぜひ見よう。こっちがタイプってことで。清潔感ある。そう、清潔感ある。え、なんでこっちは清潔感ないんですか。ちなみにこの人はアジア人で一番最初のスーパーモデルです、世界に。でもヒゲが苦手。ヒゲが苦手。なんでヒゲダメなんですか。え、なんでだろう。なんかあまり汚いとまでは言わないけど残さないでほしい。あんまり残さないでほしい。ああ、なるほどなるほど。どうですか、ヒゲは。
え、なんかゴミとか絡まってそう。え、ゴミとか絡まりそう。汚れそう。あ、汚れそう。汚れてそう、なんか。わー、かぶりついた時にさ、ふに壁かつ絡まったら嫌だな。あ、なるほどなるほど、とか思っちゃう。オーケーです、オーケーです。以上です、ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、だ。That was a good interview. と、まあ、男性の写真2枚見せるんで、そのどっちがタイプかを知りたいんですよ。まず1枚目がこちらですね。で、2枚目がこちらです。ああ、なんでなんですか？アミです。ファミ、ファンです、ファン。ファン。じゃあファンとか抜きで、その見た目。いや、でもそれでもこっちだ。この、まあ、お化粧とかして髪長くて女性っぽい男性じゃないですか。で、こっちはもう短髪でヒゲとかも生やして男性っぽい男。何が言いたいんですか？何がいい？だからどっちがタイプかっていう。女性はどっちが好みなんやろうっていう。あ、なるほど。あ、テテだよね。うん。あ、こっち。はい。それなんかこっちを好まない理由としては。どっちもかっこいいわけじゃないです。どっちかって言ったらみたいな。うん、あ、どっちかって言ったらもう絶対にこっち。あ、はい。あ、なるほど。そのヒゲとかに関してどう思います？あ、いや、別にどっちでも。私はよし。ヒゲはどうでもいい。私は嫌かも。ヒゲなんで嫌なんですか？え、なんか嫌です。なんかすいません。いや、全然いいですよ。全然僕じゃないんで、僕は関係ないです。そうですよね。いや、なんか特に理由はないです。なんかちょっと暑苦しそうで無理。暑苦しそう。暑苦しそうっていうのかな、なんか。私は嫌じゃないけど。でも人によってはなんか不潔とか言う人もいるかもしれない。はいはい。簡単な質問なんで一瞬でいいんで協力可能っすか？オッケー、じゃあやっちゃいましょう。じゃあ、はい、写真、男性の2枚の写真見せるんで、はい、どっちが好みか教えてもらいたいっていう、はい、で、1枚目がこっちですね。はい、あー、かっこいい。ヒゲとか生えてる、うん、髪の男らしいです、はい、2枚目がこっちです。あー、私こっちのが好き。私も2枚目。その理由は？え、やっぱなんか最近韓国系みたいな顔が流行ってるし、うん、私も結構好きですね。なんかヒゲとかない方が、うん、ヒゲとかない方が、うん、ヒゲなくてこう髪とかも長くて、うん、そうですね。で、別にお兄さんが嫌だとかじゃなくて、あ、はい、僕は関係ないじゃん。ヒゲ関連でちょっと嫌だ。全然いいですよ。はい、そうです。なんで嫌いなんですか？え、やっぱちょっと清潔感とか、なんだろう。でも全然なんか似合ってる人は似合ってるんで、僕似合ってます。似合ってます。 ありがとうございます。はい。あ、それだけ。あ、じゃあその、まあ、ヒゲとかって、じゃあ筋肉とかあるもん、男らしい男性いるじゃないですか。あ、でもそれもまあ好き、うん、あ、なるほどなるほど。なんか程よい筋肉がいいですね、うん、程よい筋肉、どんな感じですか？細まっちゃうよりちょっとあるぐらい、細まっちゃうよりちょっとあるぐらい、なんか大会出ちゃうぐらいまで行くと、ちょっとちょっと、あー、隣並びにくいなみたいな、ちょっと難しいなみたいな。すいません、あの今 YouTube でインタビューしてて、あら、一瞬で終わるんですけど、あ、簡単な、あ、やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。英語で話しかけない。あ、英語でやりますか？やめとけって。But it'll be an easy question, so y'all can do that. Nah, you don't speak in English right now. I saw. Oh, I'm Japanese. Are you serious right now, bro? じゃあ、質問に行きますね。2枚の男性の写真見せるんで、どっちが好みか教えていただきたいっていう。はい。まずこちらですね。かっこいい。短髪でヒゲあって男らしいなんですね。うん、2枚目がこの、え、かわいい。有名らしいですけど、僕知らないですけど、まあ、有名とか抜きで、まあ、系統で言ったら全く違うじゃないですか、はい、この女性らしい、真逆なのに、一般人として好きだったらってこと？そうです、芸能人として好き？いや、一般人として、一般人としてどっちがいいですか？まあ、系統が違うからどっちの系統が好きなのかっていう。はい、どっちですか？圧倒的に1位、圧倒的に1位、私。こっちですか？1位、私に。じゃあまず1から聞きましょう。なんで1の方がいいですか？男す。やっぱ男らしい。オスを感じますよ。なんかこう筋肉とかあって守ってくれそうな。てか、あの、全男ヒゲ生やせばいいと思ってるんで、ヒゲ生えてるだけで好き。好きですか？私2番目です。あ、2番？え、あ、そうなの？うんうん、あ、そうだったの？え、かっこいい。かっこいい。はい。どっちもかっこいいじゃないですか。うん。まあ、うん。そうなんだ、知らん。一。一番。一はこれで甘党であってほしい。What？ さらに。なんか何でもかんでもギャップがいけそう。あ、なるほど。そうそう。これで字が綺麗でもあーってなるし。じゃあまんまだったらどうなの？え、まんまでもかっこいいからオッケー。ロンロンでもいいよ。そう。
です。私2です。こっちですね。はい。その理由は？でも塩顔が好きだから。塩。はい。え、こっちは何ですか？塩じゃないですか？え、何これ？醤油？ソース？ソース？ソースか。まあソースか塩で言うと塩で。私はもう韓国人大好きなんです。あ、韓国人が好きだから、うん、もうこんな感じ系の系統が。そうそうそう、目とか。うん。で逆になんかそのヒゲとか生えてるその男らしい男性どう思いますか？あ、いや、かっこいいって思います。かっこいいと思います。かっこいいと思うけど、私の好みはなんかそういう色白系です。あー、オッケーです、オッケー。こっちですね。こっちですか？こっちです。な、それはなんで？美白？ん？色白で。うん、色白で髪も長くて、髪長くて目が細くて、目が細くて、こういうちょっとなんていうかな、美容に気使ってる女性っぽい男性の方がいいですか？あ、そうです、はい、同じです。全く同じ意見で、はい、2枚の写真見せるんで、男性のどっちが好みかだけ教えてもらいたいっていう。OK ですか？まず1枚目がこっちですね。はい。で、2枚目がこっちです。あ、こっち。こっち？な、それ理由は？え、グクですよね。え、グク？ピテラピテラ。じゃあそのアイドルとか抜きで、そのどっタイプが違うじゃないですか。あ、まあ、女性っぽい男性が好きか、もう男性らしい男性が好きか。あ、男性らしい男性。あ、じゃあこっちの方がタイプですか？はい。どっちですか？あ、可愛らしい方が好きです。あ、こっちですか？はい。可愛い男子が好きなんですね。あ、笑顔が可愛いからっていうのが。あ、それが理由ですか？どっちがタイプですか？どうだろう、私はこっち。こっち、はい。え、こっちです。2枚目。はい。あ、1枚目か。1枚目ね。え、こっちが好みの理由は？普通にヒゲがない、なんか清楚な感じが好きかなって思います。私はヒゲが汚いと。いや、汚いわけじゃなくてそういうわけじゃなくて、うん、なんかちゃんとしてるなって思って。ヒゲもちゃんと手入れとかあります？え、そうですよね、そうです。ちゃんとしてますよ。Gotcha, bitch。そうですよね。ただヒゲが好みじゃないと。え、そうです、タイプじゃないです、私は。はい。顔がはっきりしてる人の方が好きなんで、普通にこっち選びました。はい。まず1枚目がこちらですね。あの、もうヒゲも生えて短髪の男らしい男性です。2枚目がこっちです。ててで。みんなこっちですね。やっぱこう、まあ、そのこの人がまあ有名らしいですけど、僕知らないですけど、はい、まあ、有名とかそういうの抜きで見た目だけの系統で言ったら全く違うじゃないですか、この2人で、こっちを選ぶって感じですか？はい。それはなぜ？テテだから。かっこいいから。かっこいい。じゃあこっちはかっこよくないですか？いや、かっこいい。うん、かっこいいけど、こっちの方がかっこいい。なぜかっこよく見えるんですか、こっちの方が？ヒゲとかない方がいい感じですか？いや、系統だけだったらこっちの人だけど、うん、やっぱテテだからっていう。あ、この人やから。はい。まあ、系統だけだと男性っぽい感じ。あ、はいはい。うん、いや、テテで。テテで。どっちが好みですか？1枚目。1枚目。1枚目。なんでなんすか？ダンディーより可愛い。なんか、ね、ダンディーすぎる。ダンディーすぎる。ダンディーなんかヒゲとか、男すぎる男はちょっと無理じゃないですか？塩っぽい、薄い方が。あ、なんか化粧して。塩派。塩派。塩派。塩、あ、塩じゃない方、こっちは何すか？じゃあ。なんか、ダンディ濃い。濃い。濃いの方が、ヒゲとか無理な感じですか？ヒゲない方が好き。あ、ヒゲない方が好き。ヒゲない方が好き。筋肉とかどうですか？あ、まあ、ちょっと、ある、いい感じに。いい感じにあった方がいい。いい感じにある。OK です、OK です。どっちがタイプ？え、この顔ってことですか？それともこの…まあまあ、そういう系統で。あ、系統？はい。どっちですか？先行って。どっちも好きなんだけど。どっちかっすね。どっち？こっちか。こっち。こっち。理由は？もともと知ってます。あ、それ抜きで、それ抜きで、なんかこれ有名人らしいですけど、それ抜きで、あの、なんでこういう。清潔感あるから。清潔感ある。じゃあこっちは清潔感ないんですか？ないっていうか、あの、なんか、なんていうの。正直言っていいですよ。いや、どっちもあるんですけど、ない方が綺麗に見える。ヒゲ？Thank you for watching our video. Hope you guys enjoyed. If you guys have any ideas or something y'all wanna know, please let us know in comments and subscribe. See ya!